ドクター博士、新しい単語が生まれていた。おかしい、何かがおかしい。これやばいの。いやー、そのブーメラン勘弁してくれー。天才やろ。いやー、こいつら危ねー。すまんな博士、前もらうぞ。あ、ホクラだ。あ、落ちる落ちる。あーばー。はい、皆さんこんにちは、メイカーでーす。いやー、今回ね、あの和田アメ子さんが主催するヘッポコ和田アメ杯というのに参加させていただいたんですよ。ちょっとざっくり説明すると、概要欄URL に貼ってますね。和田アメ子さんってキズナアイちゃんに、私より下手って本当に下手なんだねと、親分に太鼓判押された和田アメ子ちゃん、つまり VTuber 最弱。ヘッポコ和田アメ杯っていうのは、要はそんな、和田アメ子ちゃんが主催する最弱を集めた大会なんですよ。キズナアイ杯を優勝したこの私、歌いメイカ、実質 VTuber 最速が一緒に走ったらどれぐらい差がつくのかという動画を上げようとしていたんですよ。ところがどっかへ、私の方がですね、大変申し訳ないんですが、収録の方を失敗してしまいましてですね。なんで実際走った動画は下の概要欄で見ていただけると私のレース見れるんですが、その放送終わった後、参加者皆さんと一緒に走った撮影をさせていただきました。本当に申し訳ない。ということで、私が勝手に、11対1で走ったらどうなるのかという形で割りかしボコられましたので、包み隠さずそちらの動画を投稿させていただきたいと思います。ではご覧ください、どうぞ。いや来ても面白いなって思ったもん。森は落ちないからいいね。もう判定が落ちるから。いや大事だよ、落ちるか落ちないか。あ、今回メイカさん勝つから。よし。うん、あ、ちょっと早かったかな。早かった。ね、スタート出しできないんだよ。メイカさん、メイカさん独走作戦だろう、だから後ろに張り付きたいね。やれ、みなちゃん。よっしゃ、よっしゃ、もう目標達成したわ。目標達成。早い。今投げたら誰だ。やったやった。意外。かなり性格の悪い目標を持っていたようだ。あ、キノコだ。よし、一瞬一取った。よし、目標達成。みんな目標が低い。心の差しが低い。いやー、あのチャンピオンに一瞬だけでも1位取るんじゃよ、もう。あ、いつの間に、いつの間に1位。生半可な妨害じゃ、俺は止められないぜ。潰しちゃってる場合ではないぞ。同じだよね、みんな、ちょっと。ゲーム同じだよ。ゲームは同じ。同じ金額払って買ってるから。うん、誰かフルアクションリプレイ入れてる？フルアクションリプレイは本当に草だから。危な。前を潰したところですよ。ちょっとボム。基本あれじゃから、こう。だい。ちょっと。だい。こう、まあ順位の逆転中がこういい感じで足引っ張り合うか。もう後ろがもうすごいもん、接戦だから。もう1位全然だもんね。あっち。もうだ、あれ、だよね、ビリになりたくないという強い気持ち。おっと。うわ。これは無敵回避できる。いやーきついな。うわマジか。リンゴって加速なんかよ。やばいやばい、負けたくないよ。くそー。やったれやったれ。全然見えないけど。あーこう来たか。メガさんが見えるぞ。ちょっと待って。あー、これギリギリ頑張れば。あー痛い。終わった。こんなビリなんだけど。これ私ゴールできないのでは。一位はいずらねえ。痛い。ああ最後。リナちゃんここで。ああ。触ったところで。惜しい。ちょっとゴール前でさ、赤コーラとかなしですぜ。アイテムも使い方ですよ。勝者をつつくだけでは。リンゴのせいで負けた。リンゴ加速するの知らない人結構いるよ、やっぱり。うん。最初あれじゃからアクセルとドルじゃんけとかだってめちゃくちゃこうトリガー引いとったから。
A は、A は異質だと思う、レースゲーム。そう、A だもん。そうだね、確かに。アクセルの A とブレーキの B でしょ、うんうん、あー、覚えやすい。あ、そういうことか。そういうことか。あ、2で押す。3、2分がいいよ。そう。全然間取れない。スタートダッシュにもさ、速いスタート、ね、うまいスタートダッシュと下手なスタートダッシュあるよね。うん、あの、速け、シビアなほど、早い、うん、そうそうそう、シビアなほど。あ、そうなんだ。抱えるか、できてりゃいいみたいなことではない。できてりゃいいって問題じゃないんだ。そうそう、全然、まあ、1位取れたけど、アイテムが一つも取れんぞ、これ。エキサイトバイク懐かしい、面白い。ここエキサイトバイク、ジャンプアクションいっぱいできていいよね。エキサイトだからな。めっちゃエキサイトしてる。バイクで来ればよかった。確かに。ああ、ちょっとここ全然。ああ、芝生に。チョコレートみたいな。ああ、こいった。誰赤コール投げたの？あった。今度は青コール。独走しとるやないかーい。青コールか。ジャンプアクションが動いていいことは、まあ、つまりそういうことじゃよな。うらえ。うわー。アイデさん、カメコさんの人はいない。ないよ。なんかね、上手な人は青コーラが、うん、来たときにこうわざと2位になったりするらしい。ああ、するね。うん。今回一回やったわ。お、やりよう。だあ。そう。後ろで潰しやってたら追いつきたいんだ。でもあれね。本当それ。スマブラスマブラ。あ、マジか。バナナタン。ちょっと前の前が見えないんだけど、え、みんなどこにいんの？この泥、泥よ。ああ、これキノコ持ってる人にぶつかると加速する？あ、そう、キノコを3つまとってる人に当たると、うん、加速するよ。そうなんだ。おっと、間違えた。マジか、これもらうな。マジかよ。後方のスター組が一気に出てきた。間違えたね、普通に。ああ。カミアル使うタイミング超間違えたもんね。あんなところで使うやつおる？おったわ。あんなところで使うやつおる？おらんおらん。おらんやろ。おらんおらん。あんなスター使ってるやつ見えてんのに使うやつおる？おる？おるか、ね。あー、キラーがいる。いるわけないよな、みんな来てる。くそ、メイカさんに追いつけない。これ。なんで？遠いのーくぅ経験値の差よ。なんで最初1位取れたんだろう。このコースでも難しいな、なんか泥とか。うん、あの角度間違えてジャンプすると場外飛んでっちゃうし、うん、そう、結構落ちないけど落ちるんで、授業も出てる。そう、授業も出てくるんだよ、壁があるはずされちゃうから場外にね、行っちゃうんだね。そうそう、チャンネルがない。じゃあ、ツイッターとか。デビューだな。赤羽さんのチャンスでは。じゃあ来週には自己紹介がこれなんでしょう。自己紹介だな。自己紹介動画、VTuber デビュー。マジか、自己紹介が。シビアなやつやってみよう。できた。うわ、できない。今シビアなやつ真似して、メイカさんが動いた瞬間に A を押したけど、ダメだった。それじゃあ、ね、あ、やば。普通にした。痛い、何ぶつかった。あ、すごい。おおっと、これはまずいな。ああ。みんなにどつかれることで軌道修正してる。利用している。ダメだ。スーファミってこんなに広くなかったから。やばいやばい。これ真ん中は切ると思ってないといけないよ。取ってるやった。あ、マジかよ、落ちた。最悪。やる。さーて、燃えろー。ああ、全然当たんねえわ。待って、そんな悪質なエイムは許されない。アメリカさん言った。ああ、キノコがすごい、キノコを巻き込んでいく。あぶね、あ、落ちた、もったいない。あ、マジかよ。もったいない。もったいない。もったいない。ああ、博士、前もらうぜ。ああ、ちょっと、俺のキノコ取らないでよ。よし、まだ燃える。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 あー、落ちたー。あー、ミスター。奇跡が起きた。よっしゃ。
チャンピオンが、チャンピオンがわしを。おい、痛い、誰、誰、誰スター。ちょっと。チャンピオンあれじゃん、あかんか。わしを出せてから、なんかこう、絶対的な力を見せるつもりじゃろ。やばい。上がっとるよ。おっと、ちょっと本気出しちゃおっかな。キングが、キングがエンターテインメントをやっている。なるほど。あー、落ちちゃった。キングを、すまん、前から。キングが治らない。痛い。これだよ、これ。ちょっと。急げ。急げ、僕。あ、ゲストの意味のなさ。あさよなら。あー、これはルビだ。くそ。博士。よっしゃ。博士。これはチャンピオン失格やわ。あ、博士さんが負けた。これはもう博士に。これはこれはあげんとこ。わしは自して優勝できる可能性が。いやこのプレイあげんのやだな、めっちゃ恥ずかしい。研究されたいや、めちゃくちゃめちゃくちゃミスった、うわー悔しい。あ、博士と同列になっちゃった。悔しがった。おとなしく大賀にするわ。64の高速道路が好きだった。あれー、うん、64の、ああキノピオの、あれ嫌い。レインボーロードさ、あのワンマンが前から迫ってくるだけだったのに、なんか新しい方上なんかすごい弾んでってさ、ワンマンをどうなっちまったんだってなって。ねえ、私のトラウマパスなんだけど、ここやったやった。埋めていくスタイル。みんなメイカさんが望んだステージでメイカさんに勝つことがこれ一番の。そうだね。それやられたら俺はもう立場ないわ。もうちゃんとあげますよ。それはもうあげますよ。ここあの日一人ぼっちで走った。これアメコさん下手くそだねって言われた歴史的な。そう。あ、爆発しちゃった。爆発あえてすることで後ろからいいアイテムを巻き上げるという。まあね、そういうことに追いつけなくなるんだよな。確かに、復走者に勝てない。あー、赤コアラは危ない。俺じゃなかった、ラッキー。あの、火の粉障害物に当たるから、ちょ、痛い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 、やばい、あの時と同じなのか。やはり同じなのか。11人が後ろからいるから。私はあの時と何も変わっていないのか。あ、やっぱミスった。やっとせ。行くぞ、キラー。ああ。ぶち飛ば。ぶち飛ば。ぶち飛ばしてやるぜ。ま、本人いないのに。本人いない。実質コラボだ。お、ラッキーじゃないな。うわー、ファイアボール。ファイアボール2。博士前を譲れ。うわ、やば、これ、俺だな。メカちゃん。ねえ、ああ、最下位なんだけど、ちょっと。ドマニシさんがめっちゃいいコース狙っててやべえ。いやー、これやらかした、やべえな。おっと、やらかし。これはまずいでござるよ。これはラッキー。行幸。すごい早い。おかしいな、おかしいな、何が起こった。危な。何で？メイクさんに踏まれた。こっち来ないで。来ないで。何が起こっておるんじゃ。うちらはもう高みの見物。何か間違いじゃない。3周目だと思ってた。やばい。君の見物なんだけどマジ。ドクター博士。新しい単語が生まれていた。何かがおかしい。これやばいの。いやそのブーメラン勘弁してくれ。天才やろ。いやーこいつら。やばい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 。博士が博士のめっちゃ。危ねえ。すまんな博士、前笑うぞ。あほこら。あ落ちる落ちる。あんぱー。空中爆破してる。うそー。ラッキー。ラッキー。いけるか。あ。あ。あ。なるほど。あえて落ちたの。よしよしよし。あなた、それでも負けていて、あっねー、あっねー、バウシュにしていた。ゴールできたよ、アメコ。おめでとう。
さすがだなぁ。いや、マジで危なかった。あー、ブーメラン当てただけやった。いやー、メイカちゃん見えてよかったわ。見えてよかったわ。あー、危ねえ、マジで。すごい、すごい、接戦だった。接戦だ。やっぱりメイカのおさん一番最高。予選だいかがだったでしょうか。いやちょっと正直危ないところがちらほらありましたね。チャンネル登録評価の方よろしくお願いします。概要欄に他の参加者の方々のチャンネル URL とか、その綿あめこさんが主催した大会の URL も貼っておりますので、よろしければ、そちらの方のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。マリカ楽しい。